吉田義尾、吉田義尾、吉田吉尾、1933年7月26日隊は、京都府京都市中京区出身の元プロ野球選手、内野手、宇藤右内コーチ、監督、解説者。現役時代は、牛若丸と称され、華麗かつ堅実な守備で知られた、守備の達人であった。引退後は3度にわたって、阪神タイガースの監督を務めた。 阪神を日本一に導き、そして阪神の監督を三度経験した唯一の人物である。ニックネームはヨスさん。からまで野球フランス代表監督を務め、ムッシュとも呼ばれる。老いの谷真一も近鉄バファローズの元プロ野球選手。旧制京都市立第二商業学校京都二商在学中。 名古屋金社地軍監督だった岡田玄三郎や阪急ブレーブスの浜崎真嗣監督にその才能を認められるなどプロから注目されていた。戦後の学生改革による京都二章の廃校に伴い新請不立、山城高校に編入学。浜村敦志、山城慎吾、鎌本国重、元毎日放送アナウンサーの野村慶司は高校の後輩である。 高校2年の夏の甲子園に遊撃手として出場するも1回戦で北海高等学校に敗退。1年上のチームメートに保守の河本浩二、大英スターズがいた。翌、高校3年の夏の甲子園付与戦は決勝で清水博士院、上市明、大英スターズのバッテリーを要する平安高等学校に完封負け、京神大会には進めなかった。 卒業後は立命館大学に進学し、1年生からレギュラーとして活躍。しかしに中退し、阪神タイガースに入団。大学時代の同級生には俳優の長戸博之がいるが、長戸も中退している。阪神入団の経緯は、阪神スカウト青木十三からの勧誘で、殺し文句は藤村文夫さんが、君なら絶対プロでやっていけると言っているというものだった。 しかしこの話は、青木の創作で、藤村は、愚か半身の他の選手の誰も、吉田のことは知らなかった。なお、審議は不明だが報告を聞いて、立命館時代の吉田に興味を示した、阪急の浜崎真嗣監督が、吉田の体を聞いた途端、そんな小柄な選手が取れるかと一周したという逸話があり、浜崎の身長が小柄な吉田よりもさらに6から7センチメートルも、 低かったことからユーモラスな総和として有名になった。阪神では瞬速コーダ、攻守の遊撃手として1年目から16年間不動のレギュラーとしてプレー。2は初の投塁王を獲得。2はリーグ3位の打率297を残す。のリーグ優勝に貢献し、東映フライヤーズとの日本シリーズでは全7試合に一番打者として 先発出場。第1戦で延長10回に、サヨナラ2塁打、第7戦では4安打を放つなど活躍。34打数16安打5打点の高記録を残し、関東選手に選出された。2は生涯唯一の打率3割、318リーグ3位を記録し、179打席、連続無三振を達成、に、小川徹に更新されるまで、 プロ野球記録するなど、チームのリーグ優勝に大きく貢献した。吉田は、コーチを兼任し、後継の遊劇手、藤田平の台頭を見届け、同年をもって現役を引退し、コーチも退任。球団にも残らなかった。これについて、吉田は、周期キャンプで、戸沢球団社長から村山実の監督就任を告げられた際に、村山に協力してほしいと要請されたが、 後日球団事務所で、戸沢から引退を勧告されたと記している。この際、チーム内に村山と吉田の派閥があったことを彼ら自身は否定しているが、江夏豊の証言や正岡元則の著書では、選手の側には、それがあったとされている。現役時代の背番号、23は、吉田の引退後につけた選手は一人もなく、2、阪神の永久欠番となった。なお、 に記録した12打点は2リーグ制以降で規定打席に到達した選手では最小記録となっている。現役引退後、フジテレビ、関西テレビで野球解説者1970年から1974年、として1974年まで出演。また、当時フジテレビアナウンサーだった岩佐通とはその後も進行が深く、何度も野球中継で解説者。 実況の間柄で共演を果たしている。この時期、皇太子、なると新郎がプロ野球を観戦した際、1970年の日本シリーズ第3戦、1971年の日本シリーズ第4戦及び同年のロッテオリオンズ対阪急ブレーブス戦、解説役として同席した。解説者時代にはステーキ屋を経営したことがあるが、経営難のため閉店している。 引退後の一時期、日本楽器の臨時コーチを務め、後に、阪神に入団する、坂木原義行を指導している。二度目の富士テレビ、関西テレビ解説者時代の1978年から1984年は、プロ野球ニュースの解説を担当していた。から、から、からの三期にわたり阪神の監督を務めた。 最初の監督は、金田正康の後を受ける形で就任し、監督としては、異例ともいえる、背番号1番をつけた、メジャーリーグのビリー・マーチンに習ったもの。最初の年は、ライバル巨人が低迷する中、初めて本塁打王を獲得した、田淵光一らの活躍により、シーズン後半まで、広島、中日と優勝を争ったが、9月に脱落して3位に、終わる。就任時に、 走るチームにしますという抱負を語ったが、終わってみるとにリーグ分裂後では、当時最低となる31盗塁という皮肉な一面もあった。シーズン終了後、南海との間で、江夏豊の放出を含む大型トレードを観光した。吉田によると、監督就任時に、球団はすでに江夏をトレードに出す方針を固めていたが、吉田は再生を期して、結果が出なければ、 トレードを覚悟してほしいと本人に言い含めた上で残留させた。しかしそのシーズンの成績が振るわなかったことからトレードが決まり、その際に人事の話はフロントから言う方がいいという長田球団社長の意向に従って吉田はトレードのことは知らなと言い続け、本人に直接伝えることはなかった。この点に関して吉田は江夏に申し訳ないことをした。 自ら伝えるべきだったと記している。江夏はこの時の吉田のトレードに対する対応を現場の最高位責任者が知らなかったですまし嘘をついたことを長年恨んでいた。江夏は2017年12月22日付の私の履歴書の中で遺跡話は急に出てきたものではなかった。奔放な言動で球団に迷惑をかけたこともあったかもしれない。 75年に就任した吉田義雄監督とも、そりがあっていたとは言えない。だが一番の問題は、力の衰えだったと思う。プロは、成績が全てだ。自分の中では、阪神への愛憎が渦巻いていた。人間関係にも疲れ、タイガースを出たいとも思った。反面、タイガースが俺を出すはずがない、という自負もあった。と回想している。 また、江夏は1985年には、阪神が優勝した、際のスポーツ紙の企画で面談したとき、あの時はすまなかったと吉田から謝罪を受けた。その後も、吉田は、江夏と顔を合わせる機会ごとに、同種子の発言を行っている。吉田は攻撃力を重視する方針を取り、マイクラインバックと、ハル・ブリーデンの二人の外国人選手を獲得した。これに急成長した。 かけふまさゆきが加わり、和チーム193本塁打の当時のプロ野球記録を追る。一方、江夏が抜けた、投手陣は交換で獲得した江本竹則を先発に据えるとともに、山本和幸と兄や総八の二人をダブルストッパーとして抑えに起用した。これらの戦力により、終盤まで巨人と激しい優勝争いを展開し、勝率6割を超えながら、 最後に2ゲーム差で力尽きた。守備で衰えの見えた田淵光一への対応をめぐって、ヘッドコーチの辻吉則と対立し、辻はオフに対談した。3年目の1977年は、田淵の不調や投手力の不足から勝率5割を切る。466、当時の阪神の史上最低勝率4位に低迷し、監督を退任した。東田正義は、 吉田との確執から32歳の若さで引退した。江本は引退後の著書の中で、プレーのサインに複雑なものを使わず一種類だけであったことを、阪神へ移籍して、最も驚いた点として挙げ、吉田が試合に負けても、敗因や相手の戦術を分析するのでなく、単純に相手がよく頑張ったからとしか考えていないようだった。 この感覚のつれへの違和感は最後まで拭えなかったと記している。1985年、二度目の監督に就任。当初阪神が就任を依頼して誇示された西本幸男と解説者として進行があり、野球観が共通しているというのが球団側の説明した理由であった。吉田は著書で西本からの推薦があったとしている。吉田はチームの潜在力は認めたが、 今すぐに優勝争いができるとは考えておらず、初年度は基盤固めを目指す方針であった。チームスローガンは、フレッシュ、ファイト、フォアザチームの頭文字から取った三回野球としている。ところがチームは三冠王を獲得したランディバースを、筆頭に4月からモーダーを炸裂させて勝ち進み、21年ぶりの優勝という声が6月頃には、 ファンやマスコミの間で聞かれるようになる。吉田はそうした状況でも試合後のインタビューで、チーム一丸となって、チャレンジャー精神で戦うだけと言い続けた。しかし、なかなか、優勝の二文字を口にしないことに、川藤構造学言をし、選手に対しては8月下旬になって、ようやく優勝しようと語ったという。吉田本人によると、一丸、挑戦、力を出し切れ、 当たり前のことを当たり前にやれと言い続けました。いくらマスコミにから促されても絶対に優勝すると言わなかったのは勝負は下駄を履くまでわからないからです。現役時代の1964年一つ負けたら太陽が優勝するという体験をしている。ダブルヘッダーで4試合勝つなど9連勝して奇跡の優勝をするんです。だから優勝というのは勝ってからようと心に決めてました。 と語っている。シーズン終盤、優勝のプレッシャーがないかと聞かれて、ほとんどの選手は経験したことないからわからんのと、違いますかととぼけたこともあった。また優勝マジックが一となった際には、報道陣からの、これで大手ですね、いよいよリーチですよとの問いに対し、大手とリーチはどう違いますんかなと答えて笑わせていた。フィーバーが、社会現象と言われる盛り上がりの中、 10月16日にリーグ優勝日本シリーズでも西部を退けて阪神は初の日本一に輝いた。リーグ優勝と日本一のインタビューにおいてはファンの方々の声援が我々を奮い立たせてくれたというコメントを連発した。セリーグ新記録となる219本類だなどのモーダが注目される中、ギダも当時のセリーグ新記録。 関東能力を持つ選手の少ない投手陣は、細かな系統を駆使するなど、このシーズンは、豪快さと、手堅さを合わせ持った采配であった。シーズン終了後に、阪神を優勝に導いた功績により、勝利期松田郎賞を受賞している。よくは掛け布掛けがで戦線を離脱する中、バースが前年に続いて三冠王の活躍を見せ、チームは、夏頃まで巨人。 広島都市を争ったが脱落して3位に終わる。投資起用をめぐって、コーチの米田哲也と対立し、シーズン後に米田は対談した。前回監督時の経験から、吉田解説者仲間からコーチを起用し、一連卓殖内閣と称したが、再びコーチが途中で交代することとなった。1987年は2年前の優勝が、嘘のような低迷にあえぎ、バースが、 雑誌のインタビューで、監督批判を行う、打撃コーチ補佐の竹の内正志が吉田と再配、などで実施対談するなど、チームの雰囲気は悪化した。またマスコミとも倹悪になり、試合終了後ロッカールームから出てきた吉田に向けた、カメラのフラッシュにやけが差し、傘、お差しだろかと呟いたコメントが、翌日のスポーツ紙には、出さしたろかと歪曲されて報道され、 また元チームメイトの話として、吉田は水虫の治療費も監督としての経費として、フロントに請求するような男と報じるなど、優勝経験監督とは思えない扱いを受けた。結局このシーズン終了後に退任。公認の村山の就任にあたって、祝という見出しをつけた在犯のスポーツ紙もあったほどで、21年ぶりに優勝に導いた監督という功績は、 十分に帰り見られない状況であった。ただし、球団は退任にあたり、吉田の現役時代の背番号23を永久欠番に指定し、さらに優勝監督として厚労金を3000万円出している。吉田は後に、初年度の優勝の陰で、本来の目的であった基盤づくりができなかったことを指摘している。吉田退任後、天国、優勝と地獄、 再会を体験したとして、一連卓章内閣のコーチたちと、天地会という親睦会を作った。現在はこの二つのシーズンを経験した他の、阪神 OB も加わっている。退任から10年を経て、三度目の監督に就任。前年オフのドラフトで、今岡誠、関本健太郎、浜中治と、後に、チームの主軸に成長する野手3人を上位指名した。 一方で即戦力補強は思うに任せず、ユニフォームの縦縞を横縞に変えても、と、FA での獲得を目指した、清原和弘には断られ、3億円以上の年俸で、獲得した、マイク・グリーンウェールは5月に退団、国してしまった。それでも1997年は新本拠地、名古屋ドームで苦戦した、中日の上を生き声となり、なんとか3年連続の再会は免れた。 チーム本塁打は6年振りの3桁となる103本に増加し、矢部圭一と湯船俊夫が2桁勝利を挙げた。オフに中日ドラゴンズと大型トレードを観光し、久慈照吉と関川光一を放出して、大宝安明と矢野照弘を得した。遊撃手レギュラーであった久慈の放出は今岡誠の出場機会増加を目的としていた。当初は、 中村武志獲得を希望したが、檜山ま慎次郎放出に、電鉄本社から待ったがかかったため、第二保守で、荒野獲得に方針を切り替えた。ドラフトでは、井川圭や坪井智也を指名した。翌、虎年にちなんで、阪神が優勝したという過程の上での、優勝会見が、エイプリルフールの4月1日に、日本外国特派員協会で開催された。 壇上に置かれたコップの中身が水ではなく酒であるなど、あくまでギャグの会見で、吉田自身も、皆様一年間、応援ありがとうございました。こんなに、嬉しいことはないです。優勝したと家と裏で言われるんですけれども、心が小さい私には、大変難しいんでございますが、身に余る祝辞を賜りまして、穴があったら入りたいなどとジョークを飛ばし、外国人記者は、 もちろん日本人にも大受けであった。開幕から10日ほどで、聖保守を山田勝彦から矢野照弘に切り替え、新人の坪井智也を外野手レギュラーに抜擢し、今岡誠を遊撃手レギュラーで使い続けた。投手陣では、矢部圭一と川尻哲郎が2桁勝利を挙げるが、新戦力、大宝康明とアロン・ゾ・パウエルが揃って不審で、チーム本塁打が86本と、 極端な長打力不足に泣かされた。同年チームは再開に終わり、退任した。第3期の2年は、どちらのシーズンも優勝決定戦の相手となる。1997年は、ヤクルト、1998年は、横浜の優勝を、目の前で見る屈辱を味わった。これらの試合は、全国ネットで中継され、1997年は16、 対一の大差をつけられるなど、弱い半身を多くの人に印象づける結果になった。一方人材補強の面では在任中に、今岡誠、関本健太郎、浜中治む、坪井智也、井川慶良を育成するとともにトレードで矢野照弘を獲得。今岡、坪井、矢野は、吉田の監督時代にレギュラーとなり、他の選手も退任後に成長して2003年の、 優勝に貢献した。第2期監督退任後、二途つからまで野球フランス代表の監督、まではクラブチーム、パリ大学クラブの監督を務めた野球伝道入り。第3期監督退任後、から朝日放送、ABC の野球解説者、から日刊スポーツの客員評論家を務める。かつては、ハングリー精神をむき出しにするなど頑固な性格で、 知られたが、フランスから帰国後は、監督賞を奮発したり、ユーモアのある発言をするなど温厚な性格として知られるようになり、解説者として、テレビラジオに出演の際も、天然ボケキャラのユーモラスな語り口上絶さが人気となって、ABC テレビ、人気者で移行こう。などのテレビ番組で、タレントとしても活動。同番組の企画、芸能人格付けチェックに強く、 一流芸能人の座を2回獲得して一流芸能伝道入りを果たした。から始まったプロ野球マスターズリーグで大阪ロマンズの監督を務めていたが限りで他のチームの監督と共に優待。1月25日にはこの年3月14日に阪神甲子園球場内にオープンした甲子園歴史館の顧問に就任した。7月20日 野球フランス代表監督を務め、フランス野球界への貢献を評価され、フランス野球、ソフトボール連盟の名誉会員に選ばれた。同日、パリ国立スポーツ博物館で式典が行われた。同連盟の名誉会員は吉田で7人目だが、日本人の名誉会員は初めて。同年11月16日には、国際野球連盟の逸話復帰委員会の委員に任命され、 以後、夏季五輪における野球、ソフトボール競技復活のため精力的に活動した。フランス野球ソフトボール連盟は自身が主催する国際大会を創設するにあたり、その大会の冠名を吉田のフランス野球界への貢献に敬意を込めて、フランス国際野球大会吉田チャレンジと命した。華麗で俊敏な遊撃守備は取るが早いか投げるが早いか、 生が前鉢が刺す、史上最高の遊撃手などの賞賛を受け、その身のこなしから、今牛若丸と呼ばれた。その守備力は、17年間の現役生活で15度のリーグ最多守備機会を記録し、1試合15守備機会、シーズン94併殺など数々のリーグ記録、日本記録を更新した。1955年の日米野球では、全日本チームのメンバーとして出場し、 ニューヨークヤンキース監督のケイシーステンゲルから、吉田の守備は、メジャーリーグでも通用すると賞賛を受けている。若手時代、南海ホークスの遊撃手だった、木塚中介のプレーを見て、守備の動きを学んだと語っている。ダイヤモンドグラブ賞、現、ゴールデングラブ賞設立以前の当時は、遊撃手や保手については、ベストナインが、ゴールデングラブ賞の代わりとなっていたが、 吉田は九度も受賞している。三類の三宅修士、二類の鎌田実と組んだ内野守備は史上最強と言われた。名手、吉田と呼ばれる影には人知れぬ精進があった。入団初年度は三十八、二年目も三十の失策を記録し、牛若丸は失策王とも言われたと著書に記している。入団当初、しばらくはクローブとボール等を いつも手元に置いていた。食事の合間にも、グローブからボールを離す動作を止めなかった。右手の指の感覚で、ボールの縫い目を瞬時に探す練習であった。こうして、プレー中も、補給から、スローイングの敏少な動作が生まれたのである。その補給から送球への俊敏な動作は、敵打者は、愚かみ方の一塁一種すらついていけなくなりそうになる、ことがあり、一塁を守っていた。 遠い五郎に、もう少しゆっくり放ってくださいと頼まれた子もあるという。しかし、それは、猛練習によって、身についた動きのリズムを逆に崩すことになり、いくらチームメイトのお願いでも譲るわけにはいかなかった、ため、走者がいないのにわざわざ二塁へ送球して、か田から一塁の遠いへ送球していた。それでもギリギリ追いつくかどうかだった。また、補給を安定にするためには、 体の正面で補給することが大切なことを意識し、両足とグラブが正三角形の頂点を作る練習を繰り返した。どんなゴロが来てもグラブを伸ばすのではなく、フットワークを使って正面で取ることを心がけた。この安定した補給も早急への動作を崩さないための大切な要素だと語っている。当時監督だった松木健次郎は、 ボールをグラブにぶつける動作を繰り返したことで手首も強化され、響きだった打力の向上にも役立ったとしている。ただし、キャンプ等で相部屋となった選手は、吉田がボールをグラブに入れる、バシという音が46時中繰り返されるため、並行したという。吉田本人は、自らの努力も認める一方で、グラウンド、甲子園球場の状態が良く、イレギュラーバウンドも少なかったし、何より、 小山正明、渡辺翔造、村山実るなどコントロールの良い,い投手が多かので、守りやすかったと環境の良さにも、敬意を表している。また、投手の投球の性格によって、投手の調子が判断できたと語っている。例えば小山の調子が良いときは、速球が走っているため、飛球や三振が多く、内野手は暇だったという。一方、渡辺正造の調子が良いときは低めに変化球が、 コントロールされているので、ゴロが多くない野手は忙しかったと語っている。その逆の場合は、今日は、調子が悪いなという見極めができたという。巨人の広岡達郎は、学生時代から存在を意識した遊劇種のライバルであった。大学入学前に同行した、安倍球場での練習試合の際、閉札を逃れるためにスライディングした広岡に、左すねをスパイクされることが出会いであったという。 広岡は、当時は、吉田の華麗な守備と常に比較されたため、吉田を基準に守備力を評価されたため、花だ迷惑、したと語っている。後年解説者となった広岡は、遊撃士を批評する際には、頻繁に、吉田の名を挙げ、自分も含めて、ほとんどの内野手は、取って、なんぼ、アウトにして、なんぼのレベルだが、吉田は、取ってアウトは当たり前、見せて、 南ぼの選手だったと脱帽している。二人が共に現役にあった間、遊撃種のベストナイン選出は、吉田の9回に対して、広岡は1回であった。広岡は基本に忠実、正確確実なプレーを信条としたが、これは吉田への対抗意識も多分にあるという。一方、吉田は広岡について、現役時代は、私の方が上だと言ってもらえることが多かったが、 監督としては足元にも及ばないと語っている。ただし、1985年の日本シリーズでは、広岡の率いる西部に勝っている。藤田大が台頭した、現役最晩年は二類種としてもプレーしているが、自身は、私は二類種は失格ですわと語るなど、やや否定的な評価をしている。通算1800本以上の安打を放つなど、打撃も優れており、粘り強く、 三振が非常に少なかった。確実に新塁打を打つ能力に長けていたため、相手投手に嫌がられた。特に四百打席近く対戦した金田正一は、あいつとだけは対戦したくないと、常々口にしていたほどに、吉田を苦手にしており、吉田から三振を奪ったのは十五回だけである。金田からプロで初めてさよなら本塁打を放った打者も、吉田である。四度のリーグ最多ギダ。 通算264ギダを記録している。このうち、通算ギダについては、吉田が現役を引退した時には、当時のプロ野球記録でもあった。現在のプロ野球記録は、河合正宏の533ギダ。251盗塁、250盗塁で2度の盗塁王に輝いた。阪神では20世紀最後の盗塁王である。1954年のシーズンは20歳で開幕を。 迎えており、この年齢での盗塁王獲得は、日本プロ野球最年少の記録とな、いる。通算350盗塁は、2009年に赤星の利弘が更新するまで40年にわたって、阪神の球団記録だった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。